避難歴文道場、今月のゲストはすさみ町多世代交流施設イコラの田中夏美さんです。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は田中さんにですね、すさみ町の施設イコラの魅力についてたっぷりとお話を伺っていきたいと思うのですが、その前にちょっと田中さんについて、はい、田中さんご出身はどちらですか？出身は兵庫県です。兵庫県、なぜ今すさみ町で働くことになったんですか？ちょっと経緯はいろいろありまして、ちょっとお話しすると、一から十までお話しすると長くなるんですけれども、兵庫県には高校生まで、兵庫県の方におりまして、で大学は奈良県の大学に在学4年間しまして、で、一度地元の兵庫の方に戻って旅行会社で2年間働きました、はい、でその後にまたご縁あって奈良県の方に戻って、まあ、転職という形で戻りまして、でそこで6年半弱ですかね、奈良県でお仕事をさせてもらって、でその最後の、1年間で奈良県の下北山村っていうところに、いわゆる、田舎暮らしというかを初めて経験して、はい、でそれがちょっと楽しくなってきて自分の中で、でそれをちょっとまあ広げたいなって思った時に、それもまたご縁で、すさみ町というところにご縁があって今いるというような形ですね。ということは、もともとすさみ町のどなたかとつながりがあったとか、はいはい、そういうわけではないんですか？そうですね、本当にご縁が巡り巡ってすさみ町に行き着いているっていう形です。すさみ町の第一印象はいかがでしたか？はい、海が広いなと思いました、うん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 、でやっぱりそれに伴って空も広いというか、うんうんうん、なんかやっぱり開放感で溢れている風景だなと思ったのと、うんうん、で本当に一番最初にすさみ町のある方とお会いさせていただいたんですけど、でそこですごくいいコミュニケーションができて、すごくなんかようこそっていう風に迎え入れてくださったので、うんうん、それもすごく印象的ですね。今すさみ町に住んでよかったなと思うことは何かありますか？食べ物が美味しいですそうです、やっぱり兵庫県の一応神戸市というところに出身 で、まあ、神戸っていわゆる港町なんですけれども、うんうん、そこであんまりその新鮮なお魚っていうのもちろん明石とか行くとあったりするんですけど、うんうん、本当にすさみ町はもう産地直送みたいな、もうその日取れたものがその場で食べれるっていう、なんだったら釣ったその場で食べれるみたいな環境があるの で、ね、はい、で本当にそのありがたいことに、私は船に乗ったりはしないんですけど、うんうんうん、でも例えば漁師さんであったりとか、今つながりがある方たちから、まあ、なっちゃんっていう風に親しんでいただいてるんですけど、はい、なっちゃん仮装取れたから食べに来るかって連絡をもらったりとか、本当にそこでもう美味しい出会いもたくさんありますね、うん、まさしく産地直送というよりかはもう産地、はい、産地に来たっていう感じですよ ね、 そうですね、田中さんの方が産地に送られてきたと、ね、はい、はいはい、そんな形ですね。そんな田中さんがですね、今すさみ町で働いているのがすさみ町多世代交流施設イコラという場所なんですが、このイコラとはどんな場所なんですか？はい、もともと保育所であった場所なんですけれども、うん、使用されなくなって、廃園っていうんですかね、うん、なって、で、それからその活用方法っていうのをすさみ町の方で新たに考えて、で、2018年の7月に、すさみ町の多世代交流施設っていうことで、リニューアルオープン、まあ、再活用って形でスタートし始めたっていう場所ですね。多世代交流施設ということなんですが、今もこちら電話でつないでるんですけれども、後ろの方で元気な声が聞こえるんですが、はい、何か交流が行われてるんですか？はい、そうです、イコラではありがたいことに放課後学校帰りの子どもたちとかがやってくれて、で今はその私が甘えた奈良県下北山村っていうところから送ってもらった遊具が、木製の遊具があるんですけど、それは本当つい最近取り付けたもので、うん、イコラの館内に、うんうん、それもすごく子供たちが遊んでくれたりとか、
で、あと本とかも少し置いてるので、それを読みに来てくれたりとか、宿題をしに来てくれたりとか、子供たちが集まってきてくれますね。まさしく多世代、はい、子供も含めた交流施設だと思うんですが、場所はどこにあるんでしょうか。すさみ町の駅からだと歩いて、まあ、5分ちょっとかな、10分かからないぐらいの場所なんですけど、はい、すぐ近くに川が流れてますよね。はい、あ、そうですね、川辺にありますね。ぜひですね、こちらすさみ川沿いのイコラ、はい、ホームページもございますので、そちらの施設案内の方からも場所をご確認いただければと思います。できたのはいつだったんでしたっけ。2018年の7月ですね。ということはもうすぐできてから3年になるわけですね、はい、そうですね。田中さんはいつ頃からイコラで働いてるんですか。私は昨年の8月末からですね。この3年の間にの、はいはい、できたばかりの頃と今で変わったことっていうのは何かありますか。当初は、遊具、まあ、先ほどちょっとお話しした遊具がなかったのと、うんうんうん、であとは、なんだろう、私がいろいろ増やしすぎてちょっと分かんなくなってるんですけど、あとはなんかその、本当は、まあいろいろコロナ禍が少し落ち着いていったら、うん、夜のお酒を飲むイベントとかもしようって話をしていて、で、そのためにちょっとバーカウンターみたいなものをちょっと教育課っていうところに私所属してるんですけれども、うん、その館内のチームメンバーで作ったりとか、で、あとはギャラリースペースってという大きいスクリーンがあるお部屋があるんですけれども、うんうん、そこが今まで本当に、まあ、展示室みたいな形でちょっとガランとした感じだったんですけど、うんうん、なんかあんまり使われてなかったので、ちょっとそこをその子どもたちが本読めたりとか、なんかちょっとワークスペース的なところにしたいなと思って、なのでそこにちょっと六角形のテーブル椅子を置いたりとか、うんうん、少し雰囲気が変わっているっていうところと、であとはテナントスペースが2つあるんですけど、もともと1店舗は三味町の釣り具屋さんがずっと入ってくださっていて、であともう1店舗動画の制作会社が入ってくれて、そこが三味町の移住してきた方々が4人か5人ですかね、で入ってくださっていて、でそこで本当に三味町の移住のプロモーションビデオであったりとか、結構和歌山県内の動画とかも制作してくれたりとか、そういう会社が入ってくれてますね。こうして聞くと、うん、やっぱり3年前のできたばかりの頃とはだいぶ装いが違うなという印象を受けますね。ああ、そうですね。少しずつは変わってきてるんですかね。うん、はい。ぜひですね、はい、こちら、すさみ町多世代交流施設イコラ。ホームページもありますし、Facebook や Instagram など、SNS のアカウントもございますので、ちょっと久しぶりにイコラ行ってみようかなという、田辺のリスナーの方々も、また、全く行ったことないけど、名前聞いてて気になってたんだよなという方もですね、ぜひ検索してみてください。はい。